みやです。イキトです。ちです。まんちゃんです。ダチョウの脳みそ、目ん玉より小さい、ロクダチャンネル！はい、本日の動画は、一緒に知ろうぜ、スノーマン、岩本光です。よいしょー！来ました、来ました。俺のレーダーがもうビンビンにやばすぎて。バリさん。今日、岩本光会だからもうやばい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 。いつもやってます。一緒に素人企画第4弾ですね。おー、4まで来ましたか。4回目ということで。で、スノーマンが2人目。スノーマンが2人目ですね。前回はラウール。来ました。ラウールもすごかった。早稲田大学入学おめでとう。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 すごい、すごい。あれで学歴まで手にしたかっていう。いや、本当に。もう全て手に入れたんじゃないかっていうぐらい。死んだ万象やもん。死んだ万象。なんかダンプラでやっぱり山本くんがすごいなっていうのは動画を通してわかるんですけど、まあ、これまでの経歴、人物がどういったものかっていうのを深掘りしていきたいと思ってます。おっす、はい、おっす。で、今回は最後に山本くん振り付けの君の彼氏になりたい、わかった、これ見て動画を締めたいと思ってます。さあ、おじゃーす、おじゃーす。でですね、毎度の通り、ウィキペディア、安全安心、安全安心、安全安心かわからないですけど、安全安心かわからないですけど、ウィキペディアをもとに岩本光について深掘りしていきたいと思います。合ってるか合ってないかはわからないです。そう、ウィキペディアを軸に置いて皆さんの意見で肉付けしていく。ああ、そうですね。そうですね。だから、間違ってるとかあれば優しく教えてください。優しいですね。じゃあ行きましょう。はい。岩本光、生年月日1993年5月17日。セイメイジ。28歳ということで、僕も同い年です。え、そうなの？28歳。そうなの？お前36や。どんだけ離れてんの？おじさん一人やん。じじい。離れすぎです。しんちゃん、日本、埼玉県。お、同じだ。あ、そう。そうか。埼玉出身で、身長が182。でっか。でかいよね。映像で見るとそんなにわかんないけど、182って相当でかいよ。でかい。で、あのガタイでしょ。めちゃめちゃでかい。モンスター、ハルクや、ハルク。だってワンちゃんの2倍ぐらいありますもんね。あら。2倍。90センチしたら。ふっといて。ほら、お前らそうやって散らかすから。掛け合いが悪いよ。っていう感じですね。で、じゃあ来歴ですね、はい、行きましょう。6歳からダンスを習い始め、小学3年生の頃には大人と同じクラスで踊っていた。俺よりダンス歴長い。すんげー。マイケル・ジャクソンに憧れ、ダンスを仕事にするならジャニーズ事務所だと考え、自ら履歴書を応募してオーディションを経て、2006年10月1日に13歳で入所。おー、ダンスやりたくてジャニーズ事務所に行くっていうのは、もう典型的王道パターンを歩みに行きたいんですっていう感じだよね。マイケルに憧れてダンスやるならジャニーズだって、もう典型的にも俺ら世代のもうだよね。自ら履歴書を応募したんだ。確かにそういうの聞いたことない。大概姉ちゃんが送ってとかさ、母ちゃんが送ってとかだよね。そうだよね。だから本当にもう夢を見て、あ、そうだよね、こうなるんだったっていう決意して、志が高そうですよね。素晴らしいね。素敵や。素敵や。完成です。素敵や。島田紳助みたいな。翌日にはカドゥーのコンサートに出演する。どういうこと？2006年10月1日に入所して、翌日にはカドゥーのコンサートに出演する。リアルフェイス？おお。カドゥーってリアルフェイス、2006年。多分そんぐらいですよね。すごい、すごい、すごい。どういうこと？そんなことあるんだ。え、めっちゃ評価高いとかな。ってことでしょうね。その後、ジャニーズジュニア内ユニット、ジュニアボーイズのメンバーとしても活動し、センターを務める。おで、2009年には、ジャニーズジュニア内ユニット、ミス・スノーマンのメンバーに選ばれる。
ミセスノーマン。ジャニーズジュニア内のユニットでそういうのがあるんだ。へぇ、スノーマンの前身みたいなことなのか。ああ。2012年5月からはスノーマンのメンバーとして活動し、2020年1月22日に CD デビューをした。はい、うん、でここまでが山本くんの、まあ、簡単な来歴な、で人物についてですね。これよこれやっぱこれでしょ。やっぱ岩本くんのこの内なる人間性はこっから、ここよここですね。はい、人物についていきたいと思います。トレーニングジムに通い筋肉を鍛え、体脂肪 4% 4% というトップアスリート並みの体をしている。バケモン 4% とんでもねえ、とんでもねえ。イチローより低いじゃないですか。各競技 の、 なんかそのいわゆるエース、そのスポーツのなんとかといえばなんとかみたいな競技者でも 5.2 とかだよ、大体そのくらい。そうっすよ、ね、そう 4% って聞いたことない、すごいな、やばいよ。またその身体能力を生かし夢の一つだった、来ましたよ、サスケの出場。早かったな、早かったな、来た来た来た。サスケの出場を2017年の20周年大会で叶えたと、これサスケの成績とかはなんかどんな感じ。今セカンドステージじゃないの。じゃあファーストステージは行ったんだ。おだってこの前2021年のその年末の時に俺初めて見たんだよ。はい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 、はい、だからスノーマンの人なんやっていう、はい、のそこでして、あそうそう、はい、まあ、ジャニーズでまあこう一番こう注目感という、はい、80番台だから確か、お結構ケツの方だから、ケツの方が重量がある。あのサスケはね、ちなみにサスケの説明すると90番台はもう伝説のプレイヤー。そうそう、選ばれし者しかつけられないもう伝説のゼッケンだから。そうそう、だからまたね、100番ね、100番。でも89番とかなんかそこら辺だよ、確かに。そこでセカンドステージ行ってた。すごいな、これセカンドステージですもん。そうサーモンラダね、サーモンラダ、スパイダーボールね。そうで、また2018年にはフィットネス雑誌ターザンの表紙も飾り、同誌で月1回の連載もスタートさせた。まあ、やっぱりこういう筋肉タレントや。体脂肪 4% はオファーがね、やっぱ来ますね。すごいね。趣味はシルバニアファミリーで遊ぶこと。ちょいね、コメント来てましたけど、構成作る、ね、構成作る時ね、あそうか、そうそうそう、構成をさ、シルバニアファミリーでやるっていうのは遊ぶことだから。ギャップがすごい、ギャップすごいな、あの筋肉で。シルバニアファミリーのリスちゃんを食ってくれてる。ウサギじゃね、ウサギか。まあ、リスもいるのかな。ウサギだと思うんだよね、シルバニアって。まあ、なんかウサギなイメージでした。かわいい、かわいい動画。そっち側に、便所今悪い顔してたな。いや、大地はね、長いものに巻かれるから。巻かれに巻かれ巻かれ。長いもの大好き。長いもの大好き。2014年の誕生日に舞台で共演する滝沢秀明、タッキーから、うん、駐車場付きのシルバニアファミリーの家をもらったことを機に、シルバニアファミリーを集めており、それを使ってアクロバットの新技や構成を考えている。ああ、なるほど、すごい、こういうストーリーがあるんだ。なるほど、なるほど。またグループのオリジナル曲の振り付けも多く手掛け、メンバーに直接指導することもある。お、甘いものが大好きで、特にチョコレートが大好物、タピオカも好き、お化け屋敷が苦手。結構なんかカロリー高いもんしてるから。 4% だいぶ節制してるよ。確かに。でもストイックなんだろうな、絶対ストイックだと思う。無理無理無理、絶対作れそんなの。でもなんかここまで踏まえて、ストイックなんだけどちょっと可愛い。あ、そう。ギャップがでかいね。ギャップでかい、ね、そうそう、シルバニアファミリーとか、あとお化け屋敷が苦手。お化け屋敷が苦手。強そうなのね。ストイックの反動なのか分かんないけど、ギャップが可愛い。でもよかった、なんか人間だなって思った。あー、確かに良いところも。やっぱこういう人間だなって感じる瞬間がやっぱいいよね。一緒にしろうっていうのは醍醐味ね、真骨頂。やっぱ動画だけ見てるとマジでスーパーマンだなってしかなんないから、キー君も人間やな、キー君も人間なんだな。はい、というわけで岩本くんの人間性を深掘れたので、続いて君の彼氏になりたい、よっしゃ、見ていきたいと思います。そうだね、よし。
シャイーン。おお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 。ヒー君会だけど、はい、やっぱり俺の伊達さんレーダー伊達様もやっぱりそうだ、このやっぱ手つきがやっぱりエンジェルコマンディエンジェルコマンディなんだよね、やっぱりね精霊王、やっぱ精霊王なんだよね。あーちょっと止めちゃった、止めちゃった。輝くね伊達さん。佐久間くんを真ん中に置く。おーおー。回るな。しかもめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。難しいな。回った、めっちゃ難しい、綺麗に回った。なるほどね。おお。これはシルバニアファミリー使ってますよ。シルバニアファミリー。怖い怖い怖い。行ってると勝てないか。家でも想定ね。家でやってるんであればこうやってるだろうって。こうね。どうも。ラウちゃんをね、ラウちゃんの先生ね、ラウちゃんの先生ね。あ、すごい出になってる。そうか、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 すごい。うん、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 うん。どうしました宮舘アルカディアスさんが。いや、名前違う。宮舘アルカディアスさんに、アルカディアスさんにちょっと見てほしい。はい、はい。光属性や。おかしいね。今回ヒー君会だけどダメだ。ヒー君をしないとすまんね。ちょっとダメだ。強すぎる。伊達様の相性が良すぎる。やばい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 。その場で光輝いてる。光輝いてる。このフォルムでだってもうアルカディアスなんだ。いやでもこれはヒー君が構成してる。構成作ってるから、うん、ここは絶対そうだよね。故にこの国がやっぱ生きる伊達さんを真ん中に置く。なるほどなるほど。采配が采配が構成してね。これが真ん中は伊達さんだよっていう。なるほどね。ちゃんあれちゃんあれ。おおすごい。あ、深澤じゃん、深澤。深澤素人世界の悪魔で、ね、やべえな、脱線しまって、もう次回見えるやん。次回取り上げる人が見える。次回誰かもうね見えるんよ。もう次回も誰かもすぐ後、もう次回予告になってる。次回予告になってるから、フラグガンガン見出してる。そうですね。おーい、お
離れてたなぁ。ラウラウよりやばい。でもこういうのも体強いから、そうそうそう、めっちゃ大人ります。さすが体脂肪 4% の振り付け。おお。このガタイ。なんでこの白シャツでさ、このサイジングの白シャツでさ、一人だけ別の競技だった。いや、これがターザン雑誌で、やっぱね、さすがだな。いよいよヒークに触れてっけど、はい、ガタイ化け物だよ、やっぱり。ガタイ化け物、肩幅が全然違うんですよ。やばい、さすがにちょっと外側の、そうそうそう、だから僧帽筋が、ね、邪魔してる、こっちに落ちてね。鍛え抜かれてるから。そうそうそう。おーおーおおおラウ。わかっていかっていかっていメロさん、メロさん、メロさん、G 答え、G 答えね。おーい、これでちょっとね、こうだなっていう、こう何が岩本節なのかっていうのが、はい、ちょっと掴んだんだけど、おお、まず振り付けは手の動きで分かりやすいこう表現、例えば2人だったら2人とか、時計だったらこう、こういう動きとか、ハンドサインでその歌詞を表現していくっていうスタイル。あとはもう全体のパートはアイソレーションがめちゃめちゃ出るから、ここを動かしたら次ここを動かすみたいな、そのパーツパーツだけ動かして他固めて、はいはいはい、ピンポイントみたいな。最初のクラブステップとかも上半身はめっちゃビタ止めして、これに手をつけたりしないで、はいはい、足だけ、足だけ、その見せたいものをピンポイントでフォーカスさせるアイソレーションが結構スタイル。あ、でリフレッシュとかもそうでしょ、腰ピンポイントでこう、こういうこういう、はいはい、聞いた。だからそれが一番の特徴だと思う。それが多分独特な振り付けだし、はいはい、そう色になってる、これ岩本節なのかなっていう。あとは構成が A 型が出てるのかな、めちゃめちゃ新芽なんだよね。バランスいいんだよね。だから例えば3人でこっち出してこっちで5人固まったりとかってあんまやらない、はい、基本的には1列とかシンメトリーな構成がめちゃめちゃ多いし、動線めちゃめちゃ綺麗、わかりやすい、はいはいはい、あんまりこう斜めでこうこういう複雑な移動をあまりしない。そうそうそう、グランドールと比較するとめちゃめちゃわかりやすい。あ、グランドールは違う方なんだけど、あの人の振り付けとやっぱこう、この君の彼氏になりたいとか動線とか全然やっぱ違うもんね。リフレッシュとかもそうだけど、結構こういう回転扉みたいな中からこう真ん中に出てきたりとか、はい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 、岩本くんの構成をめちゃめちゃこう性格が出るなみたいな、まっすぐで綺麗なの好きなんだろうなみたいな。なんかシルバニアファミリーで本当に多分こう置いてこうやって見て綺麗なフォーメーションが好きなのかなってめっちゃ思った。あと人の使い方うまいよね。うまいっす。あ、そうそう、そうそう、パートでこの出し方とか、そうで本人結構ずっと端にいること多いというか、そうそうそう、でこのパートこの瞬間で誰を出すとかっていう、そのじゃあそう盛り上げるって時にラウを真ん中に置いたりとか、サビ真ん中サックあ、そう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 、っていうなんかそのまあだよねってところと待ってましたってパートとその裏切るところとか、あ、ここサックン真ん中来るんだっていう、それラウじゃないんだっていう
ことだったりとか、そう、なんかそこの采配戦略がやっぱ上手いというか、だから伊達さんを真ん中にいたのかあれは分かんないけど、だからそういう風な感じでなんかこう考察させるというか、うん、なんか意味合いを持たせたりとか、そういう人の使い方めっちゃ上手い。さすがリーダーですね。さすがリーダーですね。やっぱその人が輝く瞬間に、そう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 、ちゃんと人を配置してるってことです。この1個の作品の中でちょっとこの9人っていう人数の多さをちゃんと一人一人フューチャーさせる時間を作るっていう、そうそう、っていう俺のシャリンガン考察です。これはシャリンガンだこれはシャリンガンだめちゃめちゃ納得できました。岩本メジャーもう絶対俺アイソレーションのテクニックをダンスの根幹に置いてるってのは思った。あ、愛それ愛それ、いかにやっぱこうメンバー全体がこの振りに対応できるだけの技術があるかっていうのも分かるし、基礎力出ますもんね。出る、もうダンスのもうリズムトレーニング、アイソレーションってやっぱ根幹、ダンスオブダンスのベーシックオブベーシックだから、まあ、それがやっぱちゃんと下地として全員があるっていうのがやっぱすごいよね。これは踏まえて言うこと全部言われた感じ。あと絶対あの中にあの音ハメのビビったのあちょっとギャップのあるすごいその癖のあるところの中にちゃんとダンスを見せるシーンを入れてくるっていうのが確かに音ハメっぽいねのもあと、ね、言うのないと思うけどあもっと好きになっちゃったなっていうポイントがまずストイックなところやっぱここ、はいはいはい、ちょっと男としてはやっぱかっこいいなと思うじゃないですか。が1個1個でギャップ、ちょっとギャップありすぎてうわー可愛いなっていう。で3つ目がそのふみやさん言ってたそのリーダーとしての器というか、うん、メンバーを愛してるからこそその特性を最大限活かせるっていう。好きになっちゃいましたもうちょっと次回予告も中にあった早めに、次回はお待たせ宮舘涼太会です楽しみなので宮舘涼太氏の、ね、これだっていうやつを、もう俺の中で今一番筆頭なのは宮舘涼太パラパラドッキリのやつを見ようかな最近ね、めっちゃハマってるやつ。そうその前に俺はめっちゃハマってるから宮舘涼太氏のやっぱこのパラパラそうベルパール2000で踊ってるやつがやっぱり、ね、神だからね。そう、ね、まあまあでも本当公式で上がってるやつとかね、はいはいはい、そうすごい次回予告まで行っちゃうけどでもせっかくなんで次回予告もあったんで、なんかその辺の事前、うん、もうこうなったら事前情報としてまあひーくんのプラスアルファの情報と、うんうんうん、脱様のプラスアルファの情報あればちょっとで次回はちょっとコメント欄とかも合わせていただきましょうかね。せっかくなんで、はい、というわけで岩本ひかるについて深掘りしていきました。あのまた次回は伊達様をお送りさせていただきました話はい、そうですね、はい、じゃあそんな感じでね、スノーマン好きなあなたと岩本ひかるくんが好きなあなたとサスケが好きなあなたはチャンネル登録高評価、通知オンにしてまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。